定点カメラで景色をずーっと早回ししてるだけの映像あるでしょあれ見てるとすっごい焦ってくるんだ太陽があっという間に沈んで星が動いて雲が流れて時間が流れてることを嫌やおうなしに突きつけられるというか俺が待たせたことへの嫌味とも取れるんだけど無駄な時間なんてなかったと思ってるよただタイムイズマネーっていうじゃんもっと焦らずに過ごしてみれば。 それをもっと嫌味っぽく言ってみて少しばかりのシェリーとファッジブラウニーでも食べながらゆったり西海岸でも歩いてきたら嫌味の質が米国ね俺と仲良くしない方がいいよなんでヤクザみたいなやつに狙われてる俺のこういう関係も把握されていてなんていうか危険なんだ大丈夫だよ 私、こう見えてもカポエラやってたからびっくりしたインド映画始まったのかと思ったカポエラってブラジルの格闘技なんでまた最初はダイエット目的だったんだけどだんだんケイシャーダがいかに綺麗に決まるかって方向になっておっ。 傾斜だって顎への蹴りなんだけどそういうことじゃないんだそ,そんな付け焼き場のカポエラで倒せるようなやつじゃないムカつく付け焼き場のカポエラって何で言えんのダイエットでやってたんなら実践向きじゃねえだろ付け焼き場だよじゃああなた付け焼き場のタクシードライバーって言われて腹立たないの仕事でやってんだから腹立つに決まってんだろ付け焼き場のナースとは言ってないんだからところで何なの け焼き,きばって意味も分からず怒ってたのかよニュアンスで大体分かるけどもっと伝わりやすい類語言ってよにわかじ込みとかそんなんだ誰がにわかじ込みのナースよ言ってないしよく同じベクトルでよく二度も切れれるな消しちゃダやめろ消しちゃダやめろ